出して。で、このせんべいを使ってチャレンジだせんべい、イエーイ、来たよ、来たね、来たよ、この企画。これどうしたらいいの？どうしたらいいのじゃないの。このせんべいで、うん、頭をおびき寄せるの。そういう作戦よ。探し出すの。カバちゃんの作戦は、せんべいの魅力で女性をおびき寄せ、噛み切れるかどうかで丈夫な歯を持つハビ人を見極めようというもの。まずはこちらの女性、割って食べてしまったものの楽々クリア。肝心な歯を見せてもらうと、おお綺麗だ、この人なのか。ちなみにおいくつですか。恥ずかしいわね。60代です。残念、まだまだお若い。その後も創作を続ける2人、おせんべいの効果か皆さん心よく協力してくれる。硬いよ。大丈夫、この歯でも噛める。この中で80歳以上のお母様いらっしゃいます？いらっしゃらない。あ、本当、お母さん、80歳以上。ようやく見つけた80歳代、歯も綺麗だ。ご自身の歯、磁場ではない。違うね。惜しいね。探し続けること1時間、せんべいの残りも少なくなってきましたが、ちょっとカバちゃんについてきたこと後悔しちゃう。ちょっと待ってよ。私の作戦を。ほら、おせんべい、どうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞ。突然せんべいが欲しいと割って入ってきたお母さん。すると、ダイナミックにせんべい丸かじり。もしやこの人は。お母さん、年齢聞いてもよろしいですか。82歳。はい、でももしかして ご自身の歯ですか、全部。ってことは、お母さんハビ人じゃない。そうなの。お母さんハビ人で、ついに発見。この人が噂のハビ人、山田徳恵さん82歳。歯を見せてもらうと確かに丈夫そうだ。お母さん、ちょっとお家お邪魔してもいいですか。その美しい歯の秘訣をちょっと学びに来たんです。知りたいなと。いいですか、お願いします。まあいいですけど。やったー。